長瀬蓮と松田玄太が出演したドラマ東京タワーは視聴者に大きな感動を与えた作品であるこのドラマは彼らの演技力だけでなく物語の深みやキャラクターの成長にも多くの賞賛を受けたメンバーたちからもその演技に対する反応が厚かった東京タワーは若者たちが抱えるリアルな問題を描いた作品であり特に長瀬廉と 松田玄太が演じるキャラクターの人間味あふれる姿が多くの共感を呼んだ。彼らの演技は視聴者に深い感銘を与え物語の革新に迫る重要な要素となった。さらにドラマを振り返る中で長瀬と松田は新たな気づきも得た。役柄を通じて自分自身と向き合う時間があり彼らの成長とともにキャラクターも成長していった過程が より一層ドラマの深みを増した。メンバーたちからは東京タワーでの彼らの演技についての感想や共演者とのエピソードが次々と語られた。彼らの演技がどれほど作品に貢献したか、そしてドラマが彼らのキャリアにどのような影響を与えたかについて新たな視点からの洞察が得られた。東京タワーは長瀬廉と 松田玄太が深く関わった意義深い作品であり、彼らの演技とともに、人々の心に響く、普遍的なテーマを探求した作品であることが、改めて明らかにされた。直木賞作家、江国香織による、同盟恋愛小説を、ドラマ化したおしドラサタで、東京タワーテレビ朝日系がついに最終回を迎える。本作は、 長瀬レンキングプリンス演じる21歳の偉大生小島徹と板谷演じる20歳以上歳の離れた人妻浅野氏氏の意識も許されない愛を描いたラブストーリー。長瀬は徹を通して松田玄太トラビスジャパンは徹の同級生大原浩二を通して役者としてさらなる飛躍をした印象だ。今回はそんな二人に 本作の撮影中のエピソードについて語ってもらった。クランクアップ後の今、何を思うのか。思わず、空気重くないと口にした、シュラバンの撮影。東京タワーは SNS 上でも、かなりの盛り上がりを見せていましたが、お二人の周囲からはどんな反応がありましたか長瀬恋以下、長瀬、同世代の友達から、年上の方まで。 幅広い層の方から感想を言ってもらいました。それを聞いて、本当に、いろんな方々の目に触れて、それぞれが違う感想を持ってくれるのは嬉しいなと思いましたね。松田原位大マ松田、メンバーの茶歌、宮カ海トが第1話からずっと、リアルタイムで見てくれていました。先日、コンサートで、新潟に行ったタイミングの時にも放送があったのですが、ャカと、松倉海斗と、 締めかけ達也が部屋に来てくれて一緒に見たんですよ。どんな反応をしていましたか松田、茶化はずっと見てるから今、工事ってこういう感情って聞いてくれたりして解説しながら楽しみました。松松倉は第一話しか見ていなかったみたいで、君子めぐみさんとのシーンを見てはしゃいでいました笑い。中学生と見ているような気分になりましたね。自分としては、 ただただ美しく見せることだけを考えていたので、メンバーと見る恥ずかしさは全くなかったです。それから若月さんが、長瀬、え、若月さんって、若月千なさん松田、そうそう。かなり、東京タワーにハマってくれたみたいで、松田は、これを機に、バラエティに出演するのやめた方がいいよ。って言われました笑い。役者だけした方がいい。って、 ちょっと未来について考えないとですね、笑い。長瀬さんは、メンバーの高橋海人さんから何か反応は、ありましたか長瀬、見てくれたみたいです。それで、感想も言ってくれたんですけど、なんて言ってくれたかな当たり障りないことだった気がします、笑い。撮影中、苦労した点はありますか長瀬、第7話で工事のやっていることが全部バレて、3人に、 詰められていたシーンですかね。あのシーンは、別に、トるルとしてはその場にいるだけだったのですが、段取りとかに入った時の空気感がすごく重くて。松田、言ってたよね。空気重くないって。長瀬、あの場にいるだけでも、大変だったから、工事は、もっと大変だったんじゃないかなと思ったよ。松田、確かにもちろん楽ではなかったけど。 とにかく、東京タワーという作品、全部が楽しかったなと思いますね。毎回楽しみを見つけながらできて、これ、というシーンがあるというよりは、本当に全部楽しくて、難しかったなと思います。ただ、トールとのシーンは、毎回結構楽しくて、僕と角の関係性もある上でできたのかなって。永瀬、結局、これという、シーンあるじゃん笑い。今回共演して、 改めて気づいたことはありましたか長瀬、ずっとくだらないことで盛り上がっていましたね。ただ、この作品が始まる前に、松田のビジネスバカを暴くって言っていたんですけど、一緒にいて360度どこから見てもバカなんだなと思いました。365日24時間年中無休で。松田、多い。でも、 角がボケ始めた時に突っ込むと頭良くなった気分になってたよ笑い。長瀬、想像に比べて全然対応してくれなかったけどね笑い。俺、バカさ加減を合わせて喋ったりもしていたもん。お芝居していたというか。松田、そうなんだ。お芝居だとしたらめっちゃうまかったよ。松田玄太、長瀬恋はすごくリスペクトできる素敵な人。 おお芝居にいいて気づいたことはありますか松田角のお芝居に対する熱とか現場でモニターチェックをして監督と話し合っている姿を見てストイックだなって感じました自分のシーンじゃない時は保安としていてギャップもあるんですけどね オンとオフの切り替えを見て、トールのこともすごく好きになったし、長瀬恋っていう人のこともすごくリスペクトできる、素敵な人だなと好きになっちゃいました。長瀬、玄太は、孔次のリアルさ、こういう大学生いるよなって思わせる魅力があって、玄太にしかできない孔次をやってくれた気がしました。孔次と唐の対比は、玄太がこういう感じだからこそ、お芝居を見たり、放送を見たりして、 相乗効果を感じましたね本作の撮影を通してどのようなことを感じましたか長瀬まさか自分が許されざる恋をテーマにした作品に出るとは思っていなかったのですごく刺激になりましたやっぱりなかなか経験できるわけではないのですごくありがたかったし嬉しかったです自分が思っていないようなことって起きるんだなって たくさんの方々に見ていただいたこともありますが、本当にいろんな意味でモチベーションを与えてくれた作品でしたね。松田、僕もほぼ一緒です。一緒なんですけど、やっぱりいろいろを考えさせられるストーリーでもありましたし、自分が演じさせてもらった工事を、自分なりに前回演じていた松本潤くんとはまた違う、自分にしかできない工事にしたいなと思った上で、 角と共演できたことも嬉しかったです。めぐみさんと、板谷やゆうかさん、たくさんの方とのご縁にも感謝だなって、それから、お芝居の楽しさを改めて知れたので、トラビスジャパンに、お土産として持って、帰れるようにしたいなと強く思いました。最後に、物語のラストをどう見届けてほしいかメッセージを、お願いします。松田、コ二は、めぐみさん、じゃなくて、 キミコさんに対しての気持ちが本気になっていくんですけど、それがどうなっていくのか、もう見どころが詰まりに詰まっているので、ぜひとも注目してほしいです。長瀬がそう語った時、私たちは、とうと、獅子さんの関係性が新たな展開を迎える、可能性について、想像をめぐらせた。これは、まるで、彼らの物語がさらに深みを増していく予感を、私たちに感じさせるものだった。 最初に出会った時からトールとシシさんの関係は時間とともに変わってきた初めは知り合いの範囲を超えなかったが次第にお互いに影響を与える存在としての位置づけが強くなっていったトールの優しさとシシさんの真の強さが交差し彼らの間に特別な絆が生まれたのだしかしそれぞれが個々に転機を迎えることにより 彼らの関係性も新たな段階に進展することが予想される。トールが自分の過去と向き合い、シシさんが彼に対してどのように答えるのか、その答えが今後の物語の鍵を握るだろう。この恋を通じて彼らがどれほど成長し変化していくのか、その過程が私たちにとっても見逃せない興味深いものとなるだろう。トールの優しさが 獅子さんの心に、どのように深く根付き、獅子さんの真の強さが等を支える力となるのか、この二人の関係が時間とともに、どのように進展するのか、その先にはきっと感動と成長が待っているに違いない。この物語は単なる恋愛の枠を超えて、互いの内面や成長に焦点を当てた深い人間ドラマとして、私たちを魅了し続けるだろう。私たちは、 とうとう、獅子さんと共に、彼らが迎える、新たな局面と、その先に広がる、可能性を待ちわびている。